再開していくぜ。さて今回はエピソード 6.0 名もなき島ということで、まあ、名無しのダンジョンなんですけれども、ちょっとねこの全員で名無しクエストをこなすにはあまりに時間が足りなすぎたので、今回はベインズマップの下、いわゆるサイドワインダーマップ、名無しマップへの入り口があるところを見学して、お茶を濁そうかと思っておりますよ。ということで行きましょうか。行くぞー。さーて、桟橋は確かここら辺だったかな、下の方。あ、公平になってないか。公平公平で、ハイスピードポーションも使っての、こりゃ支援が大変だ。ミルさんの支援がこれ大変だ。これとりあえずサイドワインダー人で、強いんか弱いな、これ4。とんでもねえ経験値だな。さてこいつがどれぐらい強いのか。サイドワインダーは経験値修正が入ってめちゃくちゃ美味しくなってるんですけど、さて、どれぐらい経験値くれる ?400? ん ?3000? うまい。尋常じゃなく美味しいぞ、これは。とりあえず引っ張っていくか。この下側が名無しの入り口だけど、どんな感じだったかな?海岸線沿いとか見えたかな?いっぱいいる、いっぱいいる。これここん?どこだったかな。あ、ここね、ここここここでした。さて、あれ NPC とかいないんだっけ。 NPC とかいた気がするんだけどね。あの大量のサイドワインダーどこに行った、置いてきたのか。じゃあ味方が凍ってる、味方が凍ってる。それピアスって中型?ピアス、サイドワインダーって中型か、これ。ふぅ。これまだいる?サイドワインダーさん。サイドワインダーさんがめちゃくちゃ美味しくなったんだけど、これだ、ここの船だね。持ち主は誰だろう。あ、クエストやってないとこういう感じか。なるほど。こっから名無しの島に行けるわけですけれども、まあ、今回はクエストをやってないんで、行くことはできませんね、残念ながら。持ち主は私です。というところで、グラストヘイム、今回はね、まあ、名無しこれだけじゃなんなんで、アップデートヒストリーにはないんですけれども、グラストヘイム一回も今まで行ってなかったんで、今回この企画もうほぼ最終回、おそらく次の回、今回ではなくて次の回が最終回になるんですけれども、まあ、今回ねオーラに
全員でなっておこうかということで、グラストヘイムの方に行こうと思っております。ということでグラストヘイムの方に移りたいと思います。グラストヘイムについて、よーし地下監獄へ行こうって思ったんだけど、深淵の騎士さんが深淵の騎士さんがうろついてるんですけれども、これ手出していけるやつか、これ。ちょ、手出してみる、試しに。これダメかも、これダメかもしれん。いけるか、これ。フィアース、これどんぐらい強い、この人。どんぐらい強いこの人。ちょっと死ぬ。これ嘘でしょ。待って。アシュラー、オッケー。当たった今。アシュラダメージ出たかこれ。ヒットしてるん、そのアシュラ覇王剣。ヒットしてるんです、それ。かっこいいけど。かっこいいけど、それちょっと鎧壊される。やめて。ふぅ、意外といけるもんやな。ふぅ、ということで地下監獄、昔は臨時パーティーのメッカだった地下監獄の方へ行ってみたいと思いますよ。ということでやってきましたよ、地下監獄。一人ね、道中の敵で光ってもうたけれども、行きましょうか。あー、懐かしい、これね。フェンダハクさんね、おったな、こんなやつらな。こいつらの経験値はどんなもんなんだ。意外と美味しい、意外と悪くない。ハンターフライカードが出たら割とありなマップではあるが、経験値も悪くない感じかい。割とここあれなんだよな、ハンターフライカード目当てに狩りしてる人がいるんだよな、多分。いやー、昔こういう狩りしてた、してました、パーティーでこう来てました、臨時で。この下の階層がまたジルタスとかがいるマップだったと思うんだけど、うまお、光ったな。続々とみんな光り始めておりますな、これ。まさかメテオストーム盗作してきたのに、あなた、まさか盗作消えたの。ひどい、あれほどプリザーブを維持してって言ったのに。ひどい子だよ、今回あの子パーティープレイのためにメテオストームを入れてきたのにもかかわらずこれです。
ライトニングボルトレベル3が悲しすぎるだろそれ。うわめっちゃ釣ってきとる。多いだろこれ、多いだろそれ。経験値が順調に上がっていっている。2F、このまま 2F に行くか。お、ミルさんもレベルが上がったな。私だけまだレベルが上がっていないというこの状況。さて、2F に行きましょう。うわ、おい、早速ジルタスさんがおるぞ、これ。ジルタスってボス属性じゃないんだっけ？凍るんだな、ジルタスもな。意外とタフい、ジルタス。アシュラ、何アシュラだったんだ今のは。完全にネタだな。もうジルタスさんにも会えてしまったし、もはや満足感はいっぱいなんだが、こんなに湧き良かったかここのマップ。あとインジャスティスって凍らないんじゃなかったっけ。不死種族のだけかこいつは。凍らないわけじゃないか。塩きた。これでそこそこの火力を出せるんじゃないか。んー、あんまり変わらんかったなこれ。めっちゃ湧いてんな。レベル80代とか70代ぐらいの時によくここ来てたかな。よし、私もオーラになったぞ。続々とオーラになっております。めっちゃいる、めっちゃ湧いてるこれ。普通にブラキください。普通にブラキください。これい、意外とこの武器でもスパイラルピアスでいいダメージが出るね。上行くか。さてここで狩りする人いないんかな。ジルタスさん2匹目。さてめちゃくちゃおるぞこれ。めちゃくちゃおるぞこれ。これめちゃくちゃおるぞ。まずい、これまずい気がする。これはまずい気がする。これはあかん。さすが、なんとでもなりますな。
昔はここで、ここフェンダーク、上の階だけだったか、フェンダークがいるのは。このジルタス NPC なんだよな。なんか昔よくジルタスを借りに来てた記憶はあるな。なんかのアイテム、バラ水晶だとか、なんかそういった類のアイテムを手に入れるのが、割と重要だった気がしないでもない。ということで、まあ、地下監獄はこんなところかな。あとは城、やっぱり深淵の騎士様と戯れないと始まらないでしょうというところで、城の方にもね行きたいと思っておりますよ。昔はさ、やっぱり深淵の騎士って一つのさ、ラグナロクオンラインにおけるなんだろうな、まあトレードマークっていうか、こう代名詞というか、まあ、一つの代表モンスターではあったよね、やっぱり深淵の騎士って。あぶ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 、ふぅ。ということで城へ行きましょうか。よーし、揃ったな。そしてこの先は危険だぜ、初心者はやめて、怪我をする前に帰りな。すげえ門番みたいな二人がいるんだが、もう何なんだよこいつら。ということで、よし行くぞ。よし、間違えてスクリーンショット撮った。よし行くぞ、よし行くぞ。う、間違えてパーサクした、間違えてパーサクした。もう、ふぅ、よーし行くぞ、よーし行くぞ。まさかその前に帰りな、まあ、やった、ソウルチェンジ助かる。さて、やってきましたわ、城に。さまようものとか、これハゲとか、あ、普通にいけそうだけど、なんかすげえ痛い攻撃が飛んできてるぞ。割とやれる。あー、オーガトゥースさんとか来てるじゃないですか。頭壊される。深淵の騎士がうじゃうじゃいいんだよな、ここ。さーて、金剛さんがいれば何とでもなるか。ほらこれ割とあれじゃない、塩があったらピアースでやれるんじゃないか、これ。あー、いいダメージ出るね。 4K ダメージ出るなら十分だよ、これ。さて、いや混んでんだな、ここな。割と人気の狩り場だから。で、結構横空きが激しいんじゃないかと思ってるんだけど、どうだろうか。全然敵がいない。ああ、ちょ、おい、とんでもない。死んだ。食われた。一人食われた。意外とあっという間に倒したな、キメラさん。私がなすってしもたな、これ。お、フルケミいいね。フルポいいね。レイドリックアーチャーとか弱いままなんだよな、これ。このヒットポイントからして、
当たらない。昔はこんなにハゲいなかった気がするけどね。これまずい、横吐きまずい。声が絡まれるとマジですぐですね。ちょ、これ多いんじゃないの、これ多いんじゃないの。あはははは、すまん、なすってもうた、なすってもうた完全に。ちょ、深淵の騎士さん来てます、深淵の騎士さん来てますよ。これは押せるか。ピアス、ピアス、ピアス、ピアス。光栄が絡まれるとすぐ死ぬやつな気がするんだけどな、これ。ほらほらほら、タフいな、しかし深淵の騎士。ボルトが強い。お、ミストルテインや。こいつが全然当たらない、全然当たらないんですけど、これ意外と。でもさすがにオーラステータスともなるとやれる。意外と我々やれるぞ、これは。 SP 回復剤を持ってくるの忘れたわ。これと深淵の騎士にボコられるんじゃないかなと思ってたんだけど、いや割となんとかなるな、これ。ポーションピッチャー助かる、これ。さーて、敵がめちゃくちゃ湧いてるところはないかな。何もせずにおとなしく待っていた方がいいと思われる。痛い、これファイヤーボルトの連打が強い。これお敵さんがおりませんな、これ。さて、こっち、ここら辺に敵が溜まってたりしないかな。おいおい、これは死ぬ。レイドリック自体はこの大したことないんだな。さまようものが強化されてる感じあるね、これ。あー、ミルさんが死んだ、まずいでしょうよ。ふう、全然敵おらんな、これ。さあて、深淵の騎士2体、これは、あ、やばい、あ、死んだ死んでもうたー後ろはどうなってるかな、これ。混合で突っ込んでくれば大丈夫じゃろう。割となんとかなってそうだな、この感じな。白ポ持って、もっと持ってこないとダメだったかな、これは。ふう、生き返った。一人速攻殺されとる。一戦、あれ、あのスキル忍者かなんかのスキルだよな、あれ。すげえな、あれマジで。ふう、
さーて遅れてた一人が到着しましたが、無事光っておりますな。いやー、古城もなかなかスリリングがあって、かつレアもあってで、非常に楽しい狩り場の一つですよね、やっぱり。ただ、まあ、これやってるのブレイザーブリックサーバーなんですけど、やっぱ混み合いがね、パないですね。ああ後ろに持ってかれるのまずい。デモンストレーション見ると、これ敵のやばい攻撃に見えてしょうがないんだが、地獄絵図、これボルトの雨がすごい。これふぅ、今はさ、深淵の騎士なんていうのも、まあもう三次職からするとサクサク、まあ職にもよるだろうけど、まあ、何のさ、なんていうの、こう強敵感もなく、まあ、倒せてしまうキャラクターの敵キャラの一人にはなってるけど、昔はさ、やっぱり深淵の騎士って言ったらすごくこう強敵 でカードも最高に美味しくて、非常に優秀っていう言葉が適切かどうかはわからないけれども、まあ、非常にいいモンスターですよね、見た目も含めてね。死ぬ、これハゲが強すぎるんだよマジで。ふぅ、なんとかなったか。これはあれやな、ちょっとぶつけてくるしかねえなこれ。あー、これちょっとまずい、これはちょっとまずい。あー、死んだ。ふぅ、今日2回目の死。ふぅ、帰ってこれた。さーて、ちょっと敵を釣って、わーい、とんでもねえことになってんぞここ。あーはははは、何しとん、てっけ兄さん、なんでここまで来とん、これ地獄絵図になっとるがな、これ。ということで、グラストヘイム、地下監獄と城の方に行ってみましたが、今回無事ね、全員オーラになることができました。いやー、ここまでパートいくつかな、長かったね。ということで、この企画の中では三次職まではちょっとやるつもりがなくて、次回この転生二次でオーラになったみんなでエンドレスタワー、一番最初のね、動画の冒頭に言ってたと思うけど、エンドレスタワーの方に行って最終回としたいと思います。ということで、また次のパートでお会いしましょう。またねー。